それはやっぱり打った瞬間 あの手応えといい、そして、お客さんの一瞬のどよめき、そして大歓声、まあ、その瞬間がたまらなくいいですね。野球の中で一番の、まあ、自分の中で魅力だと思ってますし、打ちたくてもなかなか打てないバッターっていっぱいいますからね。ホームラン、高校球児にとってだけでなく、野球をするものなら誰もが憧れるものであろう。かつてこの広い甲子園のスタンドに数々の見事なアーチをかけた2人の天才児、彼らが放ったホームランの弾道は今も我々の脳裏に鮮明に焼き付いている。13年前初めて選抜の舞台に立った清原はまだ2年生になったばかり。しかし夏すでに桑田とともにいきなり優勝を飾っており、周囲の注目は高かった。そんな中、初戦の第一打席、プレッシャーなどみじんもない初の選抜、初打席、初ホームラン。さらに続く2回戦、まずは6回、軽々と満員のレフトスタンドへ。そして8回、バックスクリーンへのこの一発は2打席連続、まさに怪物である。その憧れの甲子園でね、そういう舞台でホームランを打てるっていうことを個人的な楽しみとして、甲子園でホームランを打てるっていうのは苦しい練習耐える、なんていうんですか、活力っていうか、そういう感じでした。1年が経ち、清原にとっては最後の選抜、これも初戦、得意とする右方向へ運んだが、この大会で清原が放ったホームランは結局この1本だけだった。選抜はそうです、あんまり印象残ってないっていうか、どっちかというと春調子悪かったもんですから。これだけの成績にもかかわらずである。それから7年後、もう一人の天才が選抜の舞台に登場する。そして誰もがこう思った。テレビ見てもね、まあ、バッティングももちろんそうですけど、体も顔も高校生からでした。すごい選手だなと思いました。松井にとっての選抜は3年生のこの一度だけ、やはり初戦。下がる、さあ伸びるかな、よくたら、あ、いった、これはちょっと根っこでしょう。え、これでも行くか、行ったかな、あ、見送りましたよ。すでに注目度ナンバーワンだった松井、一体どんな精神力なのか。そういう注目された中で打つっていうことに関しては、やっぱり自分なりにすごい、やっぱり打たなくちゃいけないっていう、そういう強い気持ちを持ちながらやってたっていう記憶はありますけどね。ところが2回戦、対する堀越の山本投手の前にあの松井がなすすべがない。すごいいいピッチャーで、5、6回ぐらいまで全然ヒットも打てないぐらい状況でしたから。凡人ならばそのまま終わるところ、最後の最後にやっとで、そのカーブをね、すごいキレのいいカーブを投げた記憶があるんですけど、そのカーブをね、完璧に捉えて、ね、どうですかね、あの辺ですかね、ホームラン打ったの今でも覚えてますよね。大きいぞ、入った。自分自身の一番の特徴であるそういうものをやっぱりずっと意識していきたいですし、そしてファンの人のそういう期待に十分応えるようなホームランをやっぱりずっと打っていきたいなと思いますよね。ホームラン、それはボールを遠くに飛ばす才能、そして強烈なプレッシャーに打ち勝つ誰よりも強い精神力が生み出す最高の芸術品なのかもしれない。
やっぱり瞬間的な爆発力と、そしてそのタイミングですかね。秘訣ですか。秘訣は特別ないですね。今朝思いっきり振ってください。